文芸家協会ニュースに、ロシアによるウクライナ侵攻に関する共同声明が発表されています。日本ペンクラブ、日本文芸家協会、日本推理作家協会です。私の所属する公益社団法人日本文芸家協会でも、緊急声明でこのように出しています。2月24日から始まったロシアのウクライナ侵攻は人道的にも国際法に基づく世界秩序からも断じて許されるものではありません。民主主義と人間の尊厳を破壊しようとしています。私たち表現者の団体日本文芸家協会はこれを激しく非難し、ロシアに対し即時停戦を訴えます。2022年3月3日公益社団法人日本文芸家協会理事長林真理子、これはいずれも英語、ロシア語、ウクライナ語でも発表したそうです。